白内障はね、世界一安全で成功率の高い手術なんですけどね。せっかく見えるようになったのに見えなくなっちゃうんですか？そうそうそう。みんなで見よう100年チャンネル。どうも、梶原です。高本です。よろしくお願いします。どうですか、最近白内障のね手術をもうすぐ控えてるとか、はいはいはい、あるいは最近白内障の手術をされた方がご家族とか周りにいらっしゃるとか、はい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 、まあ、そういう方もいらっしゃると思うんで、うん、まあ、白内障はね世界一安全で成功率の高い手術なんですけどね、うん、そうなんですか。そう、手術前後でね注意しなきゃならないこともやっぱありますので、はい、注意すべきこと全部お話しますから、はい、最後まで聞いてもらえればなと思いますね。はい、お願いします、うん、はい。白内障は大成功して見えるようになるんですが、はい、長期のね気をつけてほしいことがあってですね、はい、白内障の手術をしたのにまた見えなくなってきたってことがあるんですよ。せっかく見えるようになったのに見えなくなっちゃうんですか？そう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 、後発白内障っていうそういう状態が起こるんですよ。このねレンズが濁る病気なんですけど、濁り方のねタイプによらずですね、大体やることはですね、袋に入ってるんですよ。中は若い頃は液体に近いんですね。だんだん年取ってくると硬くなってくんですね。この周りに糸がついててね、360度、その糸がここにつながってて、その糸が引っ張ったり緩めたりしてこのレンズの厚みが変わってピントがここに合うようになってるわけです。はいはいはい。外側の皮をですね切開してね、大きな穴を開けるわけです、うんうん、でここにね器具を突っ込んでですね、超音波を出しながらシューってね、はい、砕きながらね吸い取ってっちゃうわけですよ。で中身をきれいにして、はい、このレンズになるものがなくなっちゃうから眼内レンズってものを入れるわけですね、うんうんうん。まあ、問題はですね、これ皮を残してレンズ入れるってことなんですよ、はい、うんうんうん、ね、中だけ変えちゃうってことですね。そうそう、皮がなかったり皮が破けちゃうとレンズがずれちゃうわけですね。うん、でこの皮が大事だからどうしても皮は残すんですよ。後ろ側の皮っていうのはなぜか後から濁ってくることがすごく多いんですね。へー、うん、中が綺麗でも皮が濁っちゃう。そう、皮が濁っちゃう。その濁りを取ってあげないと霞んだままになっちゃう。あ、だからまたぼやけて見えなくなっちゃう。そうそうそう、なるほど。前側の皮を前脳って言ってね、うん、後ろの皮を後脳って言うんですよ。後脳っていうところが濁るので後脳切開術っていうのをやるんです。ヤグレーザーっていうレーザーをですね、はい、こっち側からこう当ててあげるんです。でね、二方向からこう来るレーザーで焦点があったところでパチーンっていうね爆発ですね。ね、レーザーには簡単に言うと2種類あってね、はい、一つは当たったところが熱が発生するレーザーと、はいはい、こうバシッて当たったところでパチンってこう小爆発が起こるようなそういうレーザーなんですね。まあそうやってねヤグレーザーっていうので高能切開術っていうのをやるんですよ。そうするとね綺麗になっちゃうの。ああ、そうなんですか。そう、要するにその濁ったやつを散らしちゃうんですね。それも世界一安全なんですか？本当安全です、ね、あ、本当に安全、うん、え、すごいですね。だって目切らないからね。手術に関してはですね、バイ菌が入るのが一番いけないんですよね。手術はどんな手術もね、問題はねその手術の前後、特に後ですね、バイ菌入ったらまずいじゃないですか、はい、最近はねちゃんと手術をする直前に消毒するだけじゃなくて、手術前1週間ぐらいから抗生物質の目薬もつけといてください。そうするとバイ菌死んじゃうから、もうやる前からそう、体のバイ菌をなくす、うん、当然だから手術終わった直後もバイ菌がつかないに抗生物質の目薬をしてもらうんですね。どうしても体を切るわけだから炎症が起こります、はい、炎症はいろいろと悪いことばっかりなんで、炎症を抑える強いステロイドをつけてもらうんですね。それからもう一つステロイドじゃない種類の炎症を抑えてもらうような、そういうお薬、まあ、合計3種類ぐらいをねつけてもらうことが多いんですね。3種類って聞くと結構多くないですか？そう、忙しいですよ。でもこれはとても大切ですからね、はい、やってください。目薬刺すときにちゃんと入れてほしいんですよ。簡単に言います。目薬はね、下のまぶた下げてなるべく上を向いてですね、はい、目もあっち向いてんじゃなくて上の方見てね、入れやすくなりますからね。はい、黒目の真上に落とそうとすると怖いから下のまぶたの内側に入ればいいです。目薬したらなるべく瞬きすると鼻の方へどんどん抜けてっちゃったり、うんうんうん、溢れちゃったりするから、なるべく上向いてね、しばらくこうやって目つぶっててほしいんですね。そうするとよく染み込みます。それと刺すときにですね、まつげに触る
わるとまつげについてる変なもんが先っちょにつきますからね、不潔になるからつかないようにしてくださいっていうことですね、はい、目薬をそうやってね刺してもらって手術が済んだら必ず翌日は見ると思います。うん、そうですね、ね、うん、3日か4日後ぐらいにもう1回見ると思うんですね、はい、それから1週間から10日ぐらいでもう1回見ると思います。おー、なんかちょっと結構忙しい感じしますね。それはね、もう手術した後ですからね、うん、僕が研修医の頃なんかは全員入院してましたから、白内障の手術は。今は日帰りでやってるけどね。あ、確かにそう考えると全然楽ですね。うん、手術した側はね心配なんですよ、患者さんのことが。それでは、まあ、ある程度落ち着いたら、例えばうちの場合なんかも感覚が空いていくわけですけどね、目薬の種類によっていついつまでにつけてくださいとかね、うん、炎症が強い人は少し長めにつけてもらったりとか、うん、早く炎症が引いちゃった人はこれはもうそろそろいいでしょうねってだんだん減ってきますからね。無意味に目薬も必要のないものつけてたりとかね、そういうこともありますからね、うん、ちゃんとそれは指示通りに通院してください。はい、はい。で、例えばここに写真があるんですけどね、はいはいはい、何種類か持ってきましたけど、はい、これね早い人はね何ヶ月かで濁ってきちゃう人いるんですよ。あ、そんなすぐなっちゃうんですか。うん、大抵の人は3年とか4年とかね、はいはいはい、してからの人が多いですけど、短いとね1年経たないうちに濁ってきちゃう人もいます。へー、そういうことをなるべく避けるためにも手術の後目薬はちゃんとしてくださいねって話なんですよ。ここね、はい、ザラザラに濁ってるでしょ、後ろの膜が濁っちゃってる。そうそうそう、へー、ね、周りに白いリングみたいなのがあるでしょ、はい、前側の皮を取ったところの縁がね後で白くなるんですけど、うんうん、その真ん中は何もなくてレンズがあって後ろの皮があるでしょ、その後ろの皮が濁ってるわけ。これレンズ通してみるとこんな感じになってるってことですね。そうそうそうね、はいはいはい。でそれをヤグでやったらこんな綺麗になる。ああ、すごい、全然なくなりますねこれ。なんでしょ、こんな綺麗になっちゃうんですね。そうそうそう、へえ。でもっとすごいのはね、はいはいはい、これ真っ白ですね。真っ白でしょ、ヤグで飛ばしてあげるとほらもう全然綺麗です。え、これ本当に光当たってるんですか、下のやつは。当たってる当たってる、ね、すごい綺麗。これだけ濁るとねもう 0.1 ぐらいしか見えないですよ。でね、この人はね80歳のおばあちゃんだったんですけどね、はいはい、手術してずっと見えてたんですけどだんだん見えなくなってきて、うんうんうん、それでやっぱり自分の目はもうダメなんだってねこう思い込んでたんですよ、うんうんうん、そんなことないですよ、もうこれ一発で直しますからっつってね。いや、それもう救世主ですよ、おばあちゃんからしたら。もうこれはしばらくちょっと我慢してほしいのはね、濁りがですね、うん、目を切らないで直すわけでしょ、っていうことはこの濁りは目の外へは出ていかないじゃないですか。そうですね、そうするとね、うん、目の中でこう散らばっちゃうわけです。数日から1、2週間破片がね飛ぶからね飛蚊症がたくさん出るんですよ。あ、これはね、うん、水に溶けるタンパク質なんで、はい、そのうち溶けてなくなっちゃいますから。あ、なるほど。そう、しばらくの間ちょっと我慢っていうだけです。レーザーのこの時間ってどのぐらいなんですか。時間はね、僕は丁寧にやるから5分ぐらいかかります。でも丁寧でも5分なんですか。うん、白内障の手術の後ね、とにかくこういうのがなるべく出ないようにちゃんと指示通り目薬してください、指示通り通院もしてください、はい、万が一濁ってきた時はね相談してくださいって、そういう話です、うん、レンズをどうするか、つまり、うん、目の中に入ってるレンズが濁っちゃったからそれをきれいにして取って新しいレンズを入れるって話だから、その入れるレンズにいろいろありますよって話もねすごい長い話だからまた別にしますけど、皆さんもね白内障の手術ね間近に控えてる方とか終わったばっかりの人とかいろいろいらしたらね、ちょっとこんな話もあったよってしてもらえるといいかなと思いますね、うんうん、はい。今日の動画役に立ったでしょうか、はい、役に立ったと思ったらいいねマークとチャンネル登録お願いします、はい、ベルマークをしてくれるとお知らせがいきます、はい、チャンネル登録をするとベルマークが出てきます、はい、それじゃあまたね。本当、おじいちゃんに教えてあげようこれ、うん、すごいですね。ぜひぜひ、はいはい。